エドガー・ウィンターはアメリカのミュージシャン。アルビノであり、実形はギタリストのジョニー・ウィンターで、彼もまたアルビノである。キーボード、サックスを主に演奏する。1969年、兄・ジョニーのアルバム、ジョニー・ウィンター及び、セカンド・ウィンターのレコーディングに参加して、1970年にアルバム、エントランスでソロデビュー。 ジャズや R&B の要素を織り交ぜた進歩的なスタイルでブルース一辺倒の兄との差別化を図った。1972年にロニー・モントローズ、ダン・ハートマン、チャックラフと共にエドガー・ウィンターグループを結成、快活なロックンロールサウンドにアイドル的なルックスの良さも相まって人気を博した。代表曲、フランケンシュタインは1973年に インストゥルメンタルの曲としては異例の全米ナンバーワンヒットとなった。1974年に兄との共演も多い人気ギタリストのリック・デ・リンジャーがグループに加入。1976年には兄と共演したライブ版トゥゲザーを発表した。自身のアルバムのほか、セッション活動も多い。ありがとうございます。